野球後の飯。イエーイ。飯うまいね。うまいよな、運動の後。俺ね、マヨポテピザとカニクリーム。ほら、みんなの飯しろし、飯しろ。飯しろ。正義はペペチ。だね、もう正義。このペペチね、マジで超いいんですよ。正義、でもペペチにうるさいの、この人。超うまい。あと、普通にうまいぐらい。大輝は、俺はアサリとキノコのバターナトル。お前、その体型でやめろ、それ。いや、あんま俺は好きだよ、ここ。うまかった。俺それめっちゃうまい。前はやばい。それ1位。やばい。それ1位よ。最初だけだね。やめろやめろやめろ。最初めっちゃうまかった、ね。そう、うまい。え、それでもずっとうまいよ、それ。うん、まあ。ぼちぼち。なんだっけ、なつきがよく言います。え、高く評価しよう。もう言わせんね。やめろやめろや。出遅れた。美味しいね。大輝ちゃんは食わないのまだ。俺は食いますけど。うん。食レポだったよ。いいよ。食レポの先生って言われたけど。俺は対応する。おい、達也さん。飯をうまく見せる方法というか、まずは。達也痩せた？え？痩せた？結構走った。ガチやぜ。結構動かないもん。痩せてる。うまく見せ方、うん、はい、もうね、まずあのお皿の手前に何もあの持ってこない、うん、パスタはこの巻きで決まるのよ。巻き巻きね、あのズルズルってやるとあの元気なのね、パスタ。日本人よくやるんだけど、はい、うまそうな食い方すんなこいつ。マジでうまそうな食い方してきたわ。カニだわ。え？カニだわ。そんな？うん。カニ。でも美味しい、美味しい、美味しい。美味しい。でもこれが一番うまいかも。うまそうだ。ペペチもめっちゃ気になる。え、じゃあ俺もいいやっていい？ちょっとくださいよ。巻き方で違うんです。これね、まあタツキがなんか巻き方で味が違うって言ってて、でタツキさっき食べたのよ。で感想がカニだわだったの。はい、はい、俺もちょっとこうしたら味違えんじゃねえかなと思って。まあタツキのね、言ってることが本当だった。ペペだわ。ペペペペじゃない。ペペ。同じやん。だから改めて思うわ。これめっちゃ下手だな、それで普通にドヤ顔でやってるんですよ。違う、ローション系のツッコミが欲しかった。下ネタになっちゃった。だからタッポさん、ペペローションを知らなかった。童貞すぎてペペローション。あ、ごめん、ツッコミアクシデント、ごめん。申し訳ない。俺のちょっと想像を超えてた。申し訳ないね。キャスティング見てたね。どうすか、どうすか、チーズ。え、それチーズ、これチーズちょっと入ってる。どうすか、分からん、もう。え、ダメだ、食べれた、うん、食べれた、え、いける、いけるじゃないですか。これチーズ入ってんの、チーズ入ってます、これいけるわ、いけますね、おいしい。ちょっと、いける、いけました、人生初のチーズ初めてです。いきましょう、皆さん、うぃ、あんまりこういうリアクションしない。飲食店。見たことない顔してる。どうしたの？どうしたの？ラーメン入れるのやってくる。おいチーズ、おいチーズ。おいチーズ。すいません、これおかわりこれおかわりねえ、これ若干チーズだよ。あ、確かにこっち行ってからこっちよ。これは本当に、木村さん、あの、無理やったからマジでやばい。ステップ間違えた。大事なんかこっちだ。確かに確かに、ごめんなさい、間違えた、ごめんな、ごめんな。どうもどうぞ。悟り開いて、泣いてる。片方だけ二重なのやめろだから。
もうやだよ、もうやだ、ほんとにやだよ、ほんとに結構何でも言っちゃってるエンドレスフォね、トマトはちなみに好きか嫌い、トマト好きか嫌いでしたそれはアサリとキノコのバターじゃあ、好きと嫌いは難しかったあんま俺は好きでどうなんだナダル今ナダル発動してるお前はやばいしここだけ日焼けしてる状態で睨むのやめてナダル発の目がいっちゃってるいっちゃってるもうやめますやめますこれ最後にします美味しいねどうすか最後俺は食いますけど最後これが最後だこれが最後だ卒業これ来れば俺は対応されるのこの地獄か今日はまあまあいいや、今日はとかいい痩せたとりあえず、これ食えば痩せた対応されるのかシーズンエンドレスだから怖い怖い動かないうまく見せ方ね、まずあの、おしゃれちょっと違うのよ、これここでも、匂いでやられるのよわかる匂いでもそれからどうやって長谷ここでもわかる美味しいこれが最後、これが最後これが一番美味しいってことですよねおっ、巻き方で違うんだよ。吸い込んだ、自分の足でチーズが。これはだいぶ濃くなった。これね、カニだわ。俺もちょっと濃厚したら、味ちげんじゃないかな。ああ、さっきのね、消し込んだ。バケモン。バケモンの子だ。おいしい？早く飲めばいいじゃん。飲めばいいじゃん、早く。なんでいつまでも味わってんの？いや、もう水がないから。水がないんだ。水がないから。責任取れよ、食わしすぎるだって、お前食ってん要はチーズは美味しいものなのにそのまずく食べてるってだって、そんなの注目する必要ないじゃないですかすまんうん食べて、食べて、食べて本当に顔がもう全然違う最後って言ってた最後って言ってよ。あ、もう塩だって。最後って言って。はい、ごめんなさい。最後って言ってよ。多分7回はやると思う。最後って言ってよ。はい。塩、しょっぱい。あの、見てみ。サイジェルのアーリオーリオとゼロジェロって別々ですか？あ、はい。別々のメニューとしてありますよ、両方とも。一緒じゃないの？え、違うね。最初にだから違いはアーリオーリオっていうのはペペロンパスタにオリーブオイルだけなんですよ。で、ペペロンチーノっていうのはそれプラスニンニクとトマトみたいな。でもそれは確かにだから今話してるのはサイゼリアにのペペロンチーノの名前が変わってアーリオーリオになったってことです。違うんだ。それ違うんですよ。違うんですよ。じゃあその自信は何パーセントですか？パーセント80%。おお、いっちゃった。超えてきた。え、じゃあそれだったらチーズ食べてください。もし知ったからだったらチーズ食べてください。もちろん全部食ってよ。何でも噛んだやつ。一品丸ごと食ってよ。いや、行ったこの人。マジで。一人だけ置いてくれますよ。俺今ペペロンチーノのアーリオオーリオって検索したら、これ料理名。もう同じってことでしょ、これアーリオオーリオペペロンチーノ同じってことでしょ違う同じやお客さん違う同じじゃんお前お前はサイゼリア空白メニューで調べてみる検索今すぐやれアーリオオーリオペペロンチーノ見てアーリオオーリオ別にペペロンチーノ
アーリオオーリオペペロンチーノ、はいはいはい、別々です。ちょっと